うるせえ、やっから。だからぼっちなのよ。ラボさんの独り言。背景、スマスロ、北斗の剣様、おかわりなく世に出てくれて、ありがとうございました。だからぼっちなのよ。こんにちは、ラボさんです。今回は、スマスロ北斗の剣です。大人気のようですが、皆さんは、打たれましたでしょうか？まだですか？モチーフとしては、初代北斗の剣を忠実に継承し、初代にも負けない出玉感。何回か打つと、はっと、我に返る、初代北斗って勝ちやすい騎士だったか？確かに面白くて毎日のように打っていたが、大勝ちなんかしたことないし、むしろ勝てない。そんな初代の悪いところまで継承しなくて良いだろうに。説明します。平均大当たり確率400分の1、出玉、平均4連として400枚。そして、その400枚で回せる回数が320回。お分かりだろうか、80回足りない。大雑把に数えましたが、当然単発もあるわけで、そうなると約100枚。100枚では、約80回しか回せない。勝てない台の典型で、ゲーム性は良いのだが、店選びが非常に大切で、設定が入らない店では、絶対に打ってはいけない。今回は以上になります。ありがとうございました。この動画は、2023年、北海道、ベニヤ原生花園です。因果、応報。すす。